けちみどり二十歳で今はフリーターだけど、長期的な夢は英語を利用して海外でアパレルとかそういうことしたいかな。一応何かを自分でプロデュースしたいんですよ。ファッション的な何かを、何でもいいの。だから自分の名前で裏方でもいいから、とりあえず何かをプロデュースして、それを女の子が身につけてくれるみたいな、そういうことをしたくて、日本だけじゃなくて英語喋れるから香港とか、まあアジア拠点として何かをやりたい。でもその何かは今まだ模索中です。一応私はハーフなんですけど、お父さんがアメリカ人で、ネイティブアメリカン系のアメリカ人で、でうちのママが日本人なんですけど、物心ついた時は本当にずっとアメリカにいたんで、結構アメリカ人的な思考のが多いかも。好きな男性のタイプはただただ優しい人。なんか最初はなんかね、優しさの中にこうちょっと意地悪な面があってもいいんだよ。バッドボーイズが好きだったけど、今はただただもう緑みたいな、私がもう本当にはちゃめちゃだから、ただただもう身をちょっと一歩後ろで見守ってくれるような優しい人がいい。今交際してる相手はいます。同い年、同じ学年でケンちゃんっていうんだけど、まあ、ちょっと超真面目で時々ぶっちゃけつまんないし、でもめっちゃいい人だし、来月9ヶ月付き合って、いやぶっちゃけ心配してると思うけど、でもミーの性格を分かってるから、もう彼氏の方はね、だから、まあ、心配してるとは思うけど、心配させても仕方ないっていう風に思ってる。ミーはちょっとこうテラスハウス今人気みたいなの聞いた時に、ちょっと見た時にマジ青春してるんじゃんと思って、ミーも青春したいんだけどなと思ってこう応募してみた。だっと言うと青春をしたことがないから、アメリカの学校で、アメリカって結構はちゃめちゃなイメージあるけど、本当に全然ミーがいたところは全然はちゃめちゃじゃなかったから、そのすごいつまんなかったし、でその共同生活とか見したことなくて、もうずっと自分の部屋みたいな、だからそうやって女の子と男の子が一緒に住んでどういう青春を送れるんかみたいな、そういうのを、だから一緒にカードゲームして一緒にテレビ見たり、そういうちっちゃなことから始まって、こう人間関係とかそういうのを経験してみたい。これから、まあ、自分がしたこと全くしたことない経験をするから、その自分自身さっきも言ったようにコントロールできることもできないことも、もうできないことの方がすごい多いし、だからもうびっくりさせちゃうこともあるのかなとか心配だけど、でも絶対出た時は成長できると思うし、自分の夢もちょっと叶うかなとかあると思うし、いやもうとりあえず意気込みっていうか、マジで楽しみです。楽しみ。